笠木静子8月25日から1985年3月30日は日本の歌手、女優。戦後、武器の女王として一世を風靡した。香川県大川郡愛尾村に生まれる。生後感もなく、父が死亡。母は生後感もない静子を連れ実家に戻ったが、母乳の出が悪く、偶然近所に出産をしに帰っていた。 大阪市福島区の米屋の妻だった女性にもらい父をしていた。結局、そのもらい父をしていた女性が自分の実子と一緒に静子を大阪に連れて帰り幼女となったが、静子が自身の出生について気づくのは後年になってからであった。1927年、小学校卒業後、宝塚音楽歌劇学校を受験、歌、踊りは申し分ない実力を持ちながら、 不合格となる。理由は、当時の静子が、上背が小さい上極度の痩せ型であったため、過酷な宝塚生活に耐えられないのではとの、学校側の判断があったという。しかし、同年、小畜学劇部生徒養成所を受験し、合格、娘役、三笠静子の芸名で、日本八景踊りで、初舞台を踏む。その後、1933年、秋の踊り、 女なる神の演技で、スターの仲間入りを果たす。1935年、高人新郎が、三笠宮を名乗ったのを機に、三笠聖を引きして、笠木静子に改名。1938年帝国劇場で旗揚げした、小竹落劇団に参加し、服部良一と出会う。後に服部と組んで、ジャズ歌手として売り出すが、贅沢は敵なをスローガンとしていた、時代。 3センチメートルもある長いつけまつげに派手な化粧と身振りが警察から睨まれることとなり、1939年、丸の内の劇場への出演を禁じられる。1941年にシンガポールドルが解散してからは、笠木静子とその楽団を結成して、異問活動などを行う。その一方、ヤジ北大陸道中に映画初出演し、坊やサブロー、 マスダ・キートンらと共演する。服部良一によって、コロンビア先族に迎えられ、ラッパと、娘、ホット・チャイナなどがリリースされるが、激しく踊り歌う静子のステージは、当局の目に留まるところとなり、マイクの周辺の三尺前後の範囲内で歌うことを、強要されるなどの審参をなめた。日中戦争から第二次世界大戦中は活躍の場が限られ、静子は、 その専用楽団を率いて、巡業や慰門に活躍した。戦後にヒットしたアイレカワイヤは、テーマを南方にしたことによって、難を逃れたステージ用に作られた楽曲で、静子は兵隊や軍需工場の慰門で好んで歌っていた。服部は静子との出会いについて、自伝でこう書いている。大阪で一番人気のあるステージ歌手と聞いて、 どんな素晴らしいプリマドンナかと期待に胸を膨らませた。野田が来たのは、髪を無造作に束ね薬瓶を手に目をしょぼつかせ、コテコテの大阪弁を喋る貧相な女の子であった。だが一旦舞台に立つと、全く、の別人だった。三センチもある長いまつげの目はバッチリ輝き、僕が棒を振るオーケストラにぴったり乗って、踊れ。洋売れの掛け声を入れながら、激しく歌い踊る。 その動きの派手さとスイング感は、他の少女歌劇出身の女の子たちとは別格の感で、なるほど、これが世間で騒いでいた歌手かと納得した。服部良一、僕の音楽人生1945年11月、再会場した日本劇場の最初のショーから出演し、1947年の日劇のショー、踊る、漫画祭、浦島再び竜宮へ行くで歌った。 服部良一作曲の東京ブギウギが大ヒットした。以後、大阪ブギウギや買い物ブギなど一連のブギモノをヒットさせ、ブギの女王と呼ばれる。ミソラヒバリが登場するまでスーパースターとして芸能界に君臨した。静子のマネージャーをしていた男がヒバリを静子より先にハワイでの公演をさせたため、真似されている本人がミソラヒバリの持ち歌を歌っている大人として現地に、 誤解を招くという事態を招き、ひばりに武器を歌わせなかったと言われているが、当の静子自身がそうした営利を目的とした人物の被害者であったことはあまり知られていない。長二太郎や阿波やの子など歌を重視する従来の歌手とは異なり、静子は派手なアクションと大阪仕込みのサービス精神に溢れ当時として斬新なものであった。平平武器では静子が、 ヘイヘイと客席に歌いかけると観客がヘイヘイと昭和し、文字通り舞台と客席が一体となるパフォーマンスを繰り広げ、ホームラン武器では、高下田で応援団長の紛争で登場、勢い余って客席に転落。買い物武器を歌う時は熱縁のあまり、吐いていたげたが、いつも真二つに割れてしまうほどであった。阪神タイガースの藤村文夫が静子のステージに、 ヒントを得て派手なプレーを心がけるようになったのは有名である。また、新人官僚の時に文才を買われて大臣の演説原稿の執筆を依頼された三島幸夫が笠木静子さんの華麗なアトラクションの前に私のようなハゲ頭がシャシャリ出るのは誠につや消しでありますが出始まる原稿草案を書いたことがある。静子の歌は今日に至るまで たびたびカバーされ、日本のポップスに多大な影響を与え続けている。私生活では、8歳年下の吉本栄右と知り合い、交際に発展、妊娠に至るも栄右を吉本の後継者に待望していたせいは静子を気に入らず断固として栄右との結婚を認めなかった。その上幼少より病弱であった。 エーミギは1947年5月に23歳の若さで病没。なお、静子はエーミギ死後数日後に女児を出産。妊娠中の舞台、ジャズカルメンを最後に、一旦は引退を考えたものの、服部良一や榎本健一をはじめとした周囲の励ましもあり、歌手生活の続行を決意。血の巫女を抱えて舞台を務める姿は、当時夜の女。 パンパンと呼ばれた生活のためにやむを得ず売春を行う女性たちに深い共感を与え、静子の講演会はほとんどがそうした女性たちによって固められていた。1948年の黒沢明監督の映画、酔いどれ天使ではキャバレーの歌手を演じ、ワンシーンのみの登場だが非常に強い印象を残した。静子の歌った劇中歌、ジャングル・ブギーは黒沢が作詞している。 そして翌1949年には、高峰秀子との共演で静子の代表作となった銀座カンカン娘に主演した。NHK 紅白歌合戦にも4回出場していた。ブギが下火となった1957年頃、静子は歌手廃業を宣言した。その理由について、客を満足させる歌声、踊りができなくなったから、あるいは一人娘の育児を優先。 徹底させるためだったと言われたが、後年テレビの対談番組で、廃業の理由は、太りかけたからだったと告白。つまり昔と同じように動けていれば太るはずはない。太ってきたのは動けていないからだ、ということだった。またそれに関連して、自分の一番いい時代を自分の手で怪我す必要はないとも語っている。芸名も、静子と改め、女優活動に専念する。 また女優活動1 0年に際しては各テレビ局、映画会社、工業会社を自ら訪れ、私はこれから一人で娘を育てていかなければならないのです。これまでのスター、笠木静子のギャラでは皆さんに使ってもらえないから、どうぞギャラを下げてくださいと出演料ランクの広角を申し出ている。得意の大阪弁を生かした軽妙な演技で多くの作品に出演する。また、 1967年からは TBS の人気番組家族揃って歌合戦の審査員。1971年からは金代石鹸の台所用クレンザー金代に CM のおばさんとして親しまれた。静子は1985年に卵巣癌で死去した。70歳没。法名は弱上飲食に流暢。病床で自分の役をテレビで演じている。 剣直子を見ながら、日劇時代は楽しかったねとポツリとつぶやいたのが、静子の最後の言葉だったという、1955年、ありがとうございます。